埋棒無線は、まぶたの縁にある特殊な皮脂線の一つで、目の涙液膜の蒸発を防ぎ、涙が方にこぼれ落ちるのを防止し、閉じたまぶた内を機密にする働きを持つ、油性物質の供給を司る。鍵盤線とも言う。埋棒無線は、上まぶたには、約50本、下まぶたには、約25本存在する。この線の名前は、ドイツの医師、 ハインリッヒマイボームの何ちなむ。人では、マイボーム腺の分泌物から90種類以上の異なるタンパク質が確認されている。マイボーム腺の機能障害によってドライアイが引き起こされることがしばしばある。また、乾燥した眼球がまぶたから皮膚の小さな欠片をこすり取り、眼腱炎を引き起こすこともある。マイボーム腺の炎症は、 濃い分泌物によって線が塞がることによって起き、その結果生じる主流は、三流子と呼ばれる。これと似ている症状に、視線癌がある。ドライアイになるだけでなく、細菌のリパーゼによって閉塞が悪化することがある。その結果、有利脂肪酸が生成され、このために目が刺激されて、天井表層角膜炎を引き起こすことがある。サイ サリバン RM、ショーンバーグ DA、リチャーズ SM、ダナ m r サリバン DA、プロテミックアナリシスオブヒューマンマイボームグランド、セクリッションズ、BRJ オフサルマル、2千0マール90、372から7、プミド1648万8965。ありがとうございます。